車のフロントガラスを割ってきた男の事件について、すごいよね。あのさ、普通に車を運転しててさ、突然人がわーっと来てさ、フロントガラス割りに来るってさ、ホラー映画だよね。だあれ、そのなんかあの、まあ、安全な位置で見てるから面白い映像だけど、自分があれになったら僕跳ねてると思うんだよね、間違いなく。あのその乗ってた人多分おばちゃんかおばあちゃんだったと思うんだけど、あのブレーキ踏んだ後バックしてるんだけど、僕だったらアクセル踏んでると思うんだよね。だってさ、そのフロントガラスを割った後にさ、その人何するか分かんないじゃん。だからたまたまフロントガラスが割れませんでした、でたまたまそのなんかその逮捕されましたっていうだけで、運転手無傷っていうだけの話なんだけど、あれガチ気違いでフロントガラス割った後にそのままだってガンガン頭殴ってくる可能性があるわけじゃん。それで殺されたりしたら嫌じゃん。だから僕はそういうタイミングだったら申し訳ないけどめっちゃアクセル踏みますよ。あとあのね、あ、まあ、その放送で言うのもなんなんですけど、人殺したらどんな気持ちになるかちょっと知りたいじゃないですか。でそのフロントガラスを凶器持って割りに来る人をたまたま跳ねちゃったとしても、多分その社会的には僕悪い人にならないと思うんですよ。まあまあそんな人が来てたまたまなんかその気が動転してアクセル踏んじゃって殺しちゃったんだったらしょうがないよねっていう社会的に見られるじゃないですか。なので、あの、本当気が動転してブレーキだと思ったらアクセル踏んじゃったんですって言うと思うんだけど、多分そのアクセル引いて、あの、車がガタンってなって、で、こう、後ろを見たら、その人が動かないっていうのを見たときに、その、自分がどう思うか知りたいんだよね。あの、やっちゃったって思う、その、なんか、後悔なのか、それともその、あ、僕は人を殺しても大丈夫だったっていう、その感覚が得られるのか、なんかその、確認をしたいんですよ。